エンジニアチャンネル前田です。今日のテーマなのですが、チャット GPT を使ってとある有名なサービスのシステムを丸ごと作れるか検証していきたいと思います。前回はチャット GPT で簡単な関数の生成や画面の一部のコードの生成を試しました。まだ見ていない方は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。チャット GPT が何かわからないという方もいらっしゃるかと思うので簡単に説明すると、いろいろな質問に対して AI がチャット形式で何でも答えてくれるというシステムです。丸ごとシステムが作れるのか検証したいと言いましたが、今回はシステムの根幹となるデータベースの設計がこのチャット GPT で行えるのか、 Uber Eats と TikTok を参考に試していきたいと思います。 Uber Eats と TikTok のシステムを作ろうと思ったら膨大なお金がかかると思うんですが、これを AI を使って開発できれば実質0円で作れるということなのでかなりすごいですよね。それでは検証を始めていきましょう。はい、それではまずチャット GPT の画面を開いて Uber Eats のデータベース設計を行っていきたいと思います。はい、初めに Uber Eats のようなアプリの DB 設計をしてくださいと送ってみます。おー、Uber Eats のようなアプリの DB 設計の例が返信で返ってきました。これはすごいですね。それでは次にテーブル名に対してカラム名を箇条書きにしてもらえますか、またカラム名は英語表記でお願いしますと送ってみます。先ほど返信されたテーブルに対してそれぞれカラム名が返信されました。すごい、プライマリーキーとかも記載されてますね。はい、それでは今チャット GPT から返ってきたテーブル設計だと、ユーザーズテーブルにアドレスというカラムが入っていて、配達先を一つしか登録できないので、自宅とか会社とか複数の配達先を登録してもらえるようにチャットを投げてみます。オーダーテーブルにデリバリーアドレス ID というカラムを追加し、配達先の ID を保存しますということで、これで中間テーブルが完成しましたね。すごいですね。はい、次に配達を行うドライバーを管理するテーブルがないので追加してもらいます。はい、配達を行うドライバーを管理するテーブルが追加されてないことに気づきましたと。本当に人と会話してるみたいですね。これでドライバーを管理するテーブルが追加できました。はい、そして次に Uber Eats 使ったことがある方はわかると思うんですが、ユーザーとドライバーの評価が行えるんですが、この評価ができるようなテーブル設計と、あとはユーザーが任意でドライバーにチップを渡せるようにしたいので、そこの改善を行ってもらいます。はい、これで相互評価とチップのデータベース設計が追加されました。はい、それではこれで大体の Uber Eats のデータベース設計ができたかと思うので、ここまでの内容を踏まえて ERS としてまとめてもらいたいと思います。また ERS が難しい場合は表形式でもいいのでまとめてみたいとチャットを送ってみます。これはすごいですね。今まで作ってきたデータベースを表形式で表してくれています。はい、それでは続けて TikTok のデータベース設計を作っていきたいと思います。はい、まずは TikTok のアプリを作るためのデータベース設計を教えてくださいと送ってみます。はい、 TikTok のデータベース設計が返ってきました。はい、それでは先ほどと同じように各テーブル名に対してカラム名を箇条書きで送ってもらいたいと思います。はい、箇条書きでカラム名が返ってきました。はい、それでは TikTok は仕様上おすすめの動画が次々に表示される仕様になっているんですが、これらの DB を使ってどのようなアルゴリズムで表示する動画を決めることができますかという疑問を送ってみたいと思います。はい、それではどのアルゴリズムを使うかは精査していかなければいけないんですが、一旦ユーザーが過去にどのような動画を見たかを管理するテーブルを追加してもらいたいと思います。はい、返信が来ました。動画の尺に対してどの程度見たかを管理するためにヒストリーテーブルを追加することができますということです。このヒストリーテーブルに見た動画の ID と、あとはウォッチスタートタイム、ウォッチエンドタイムでどのぐらい見たのか、何パーセント見たのかっていうのがパーセンテージウォッチに入るテーブル設計が行われました。はい、それでは先ほどと同じように表形式でこれまでのテーブル設計をまとめてみたいと思います。はい、表形式で今まで作成してきた TikTok のデータベース設計が返ってきました。これはすごいですね。はい、これで Uber Eats と TikTok のデータベースの設計が完了しました。はい、いかがだったでしょうか。おそらくまだ必要なカラムが漏れていたりはすると思うんですが、データベース設計のベースとしてはとても完成度が高かったように思います。これからのデータベース設計はチャット GPT でベースとなるデータベース設計を作って、それを自分でカスタマイズしていくみたいな流れになるんじゃないかなと思います。その方が効率もいいし早いのかなと感じました。今後もチャット GPT の可能性について探っていきたいと思っています。また今後もプログラミングに関する動画を上げていくので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。